みんなさんこんにちは。今日は SQL の勉強続いていきたいと思います。あ、でも、この前ですね、MySQL の言語のことを忘れてしまいました。この前だけ、日本語にできなかったことを思い出してしまいました。だから今週も日本語にしようと思いますね。実は一つのことはやりました。今、録画してるパソコンは僕のいつも使ってるパソコンじゃなくてちょっと古いパソコンになってます。僕の普通のパソコンは、いつものパソコンはちゃんとできました。日本語に。でも、このパソコンだけがバグってるみたい。でも、まあ多分、次の動画までもう一度思い出せたら、これ調べてみますね。でも、今のところまた英語にしましょう。じゃあ、これは前回に作ったテーブルでしょうね。あ、そしてもう一つのことも見せたい。これは前回作ったテーブルでしょうね。これは表みたいなの。そして、このコードではこれを作れましたね。この ID と名前と数字と身長でしょ。ID、名前、数字と身長。このカラムみたいなところを作りました。そして、まだ空っぽでしょうね。まだデータ全然入ってない。じゃあ、この勉強のデータベースに入って、ユーザーズのテーブルもありますね。クリックしてから、全然何も、出てくれないでしょうね。普段は、テーブルに入ってるデータがここに現れるのに何も現れてないから、何も入ってないですね。じゃあ今日はこのデータの入れ方を勉強しましょう。これは非常に簡単ですよ。これは本当に簡単なものです。じゃあ、勉強しましょう。テーブルを作るコマンドは create テーブルです。データを入れるコマンドは insert int。この二つの英単語の意味ですけどね、int は何かの中って意味です。そして、insert は入れるってこと。入れる。多分挿入みたいなのね。じゃあ、これは何かの中に何かを入れるコマンド。データを入れるんですね。じゃあ、何に入れるかというと、それはユーザーですね。前に作ったこのユーザーズというテーブルに入れましょう。じゃあここにユーザーズ。じゃあ今こうなりました。ユーザーズの中に入れてください。はい。あ、そう。じゃあユーザーの中に入れてください。じゃあその後は、どんなデータか教えなきゃいけない。じゃあ、僕たちは一人のユーザーが入れたいんだけど、一人のユーザーは ID も名前も数字も好きな数字でしょうね。そして身長も。その4つのデータもありますね。でも数字は書かなくてもいいでしょう。このノットヌールが書いてないから、これは必要じゃない。この数字は書かなくてもいい。だからデータベースにどんなデータを入れるか教えなきゃいけない。じゃあ最初のユーザーはですね、ここに見てみましょう。最初のユーザーは、としあき。ID は1。数字は5。身長は 1.9 メートルです。結構高い人ですね。背が高い人ですね。じゃあ、最初は ID。あとは名前、数字と身長。じゃあ僕たちの今入れておきたいデータは、この4つのデータ。これ、なぜ書かなきゃいけないか、後で教えますね。でも、これは書かなきゃいけないです。じゃあ、あとは、value。value はみんなもう、プログラミングで結構、見た単語だよね。これは内容のことです。内容。じゃあ、この、ちょっと、見せにくいかな。じゃあ、この4つのデータの名前は、どんな内容か教えましょう。データベースに。じゃあ最初の ID は1。ユーザーの名前は、としあきですね。としあきくん。としあきくんの好きな数字は5。
5。はい。そして、背が高い人だから、1.9m です。そして、セミコロン。じゃあ、こうなりましたね。としあきの ID は1。これ、最初のだから、こうなりますね。そして、次は名前。この最後のリストに名前は2番目。じゃあ、このリスト。じゃあ、このリストの2番目は名前になります。こんな感じですよ。あ、でも、ちょっと見せにくいかな。そして、3番目は5。そして3番目は数字。だから数字は5。そして4番目は身長。そして4番目は 1.9 だから、身長は 1.9 になります。こんな感じです。じゃあ、ここコピペして、最初は名前、あとは ID。これは正しくないですよ。これで名前は1で、ID はとしあきになります。これは間違っていますよ。そして ID はインタジャー。これは整数ですね。数字しかない。そしてこれは文字列ですよ。これ言葉、文字列、単語。だから、ID は数字なのに単語入れてるなんて、これはバグり、これはバグりじゃない。これはエラーが出てきますよ。これ良くない。これダメですよ。これは合ってますね。じゃあこれコピペしてデータベースに入れましょう。じゃあもう一度この SQL のところをクリックしてペーストしましょう。そして5にクリックしたら、はい、こんな感じですよ。そしてもう一度このユーザーズのテーブルにクリックしたら、はい、こうなりました。僕たちのテーブルが現れました。一つのユーザーがいます。そのユーザーの ID は1。名前はとしあき。一番好きな数字は5。そして身長は 1.9m です。でも、数字は書かなくてもいいでしょう。じゃあ、もう一人、あ、このマリア。マリアは一番好きな数字はない。だから、まあ、こうなりましたね。じゃあ、これも書いてみましょう。じゃあ、insert into users。そして、ID、名前、そして身長だけですよ。あ、ちょっと。はい。ID、名前と身長。数字は書かなくてもいいから、ここに書かなくてもいいってことですね。じゃあ、value、内容はこうなります。ID は2。名前はマリア。ちょっと、全部大きくします。そして、身長は 1.6m です。女の子だからですね。じゃあ、こうなりました。まあ、はい、入れてみましょう。あ、そして、ここに ID は1って書いてみたら、これもエラーが出てきますよ。ID はプライマリー。このプライマリーのことを覚えてるでしょうね、みんな。これ、主なカラムになってます。これは同じはダメですよ。同じ ID はダメになってます。まあ、そんな感じ。例えば、名前、プライマリーキー、名前って書いたら、二人のとしあきは登録できない。でも ID だから、この ID だけが違うようにしましょう。同じとしあきの名前も書けますね。としあき、名前はプライマリーじゃないからです。ここもコピペしましょう。はい、5。あ、ちょっと。あ、これ間違えましたね。身長。はい、身長。書き方が悪かったです。じゃあもう一度。はい。そして、ここに来たら、二人のユーザーがいますね。そして、一番好きな数字は、ヌール。このヌールのことは、空っぽです。空っぽ。何も入ってない。例えば、このマリアって人ですね。ここにしましょう。はい。変わりました。マリアはもういない。
でも、これは空っぽじゃない。これは何も入ってないけど、ヌールじゃない。データベースは、ヌールと何も入ってないってことは、全然違うもの。多分、ヌールって言葉の意味は、空っぽかもしれないけど、この二つは全然違う。これはヌール。これは空っぽ。全然違うものですよ。この二つ。後でこれは大事なものになるから、もう少し今からも覚えておきましょう。でもこれはマリアに戻ります。あ、そして、今したのは、一つの人の名前は変わりましたね。これも SQL 言語、プログラミングでやるんですけど、この PHP MyAdmin っていうソフトが、このソフトでこれできますね。例えば身長変わりたいときはこれにもできますね。でも、ちゃんとしたアップデートもありますよ。あ、ここに書いてありますね。でも、これみんな、ここに書いてありますね。でも、これみんなまだ読まないでください。読まないでください。まだ、これまだ勉強しないからです。でも、まあそんな感じですよ。空っぽとヌールのことです。ヌールは違うもの。じゃあ、これでデータ入れますよ。でも、まあ、多分もう一つだけのことが教えたいんですね。あ、実は二つのことを教えていきたいと思います。じゃあ、二人のユーザー入れてみましょう。じゃあ、インサートイントユーザー。そして、ID、名前、数字と身長。バリューズ。それは3と、もう誰かな。田中さんと好きな数字は5。そして身長は結構小さい人ですね。はい、こんな感じ。はい、そして、これは田中できましたね。そしてもう一人入れたいときは、コロンと、もう一度、例えば、次の人は4。こう、そして名前は山田にしましょう。好きな数字は10。身長は175センチですけどね。これはメートルにしてます。はい、これ全部コピペして、SQL に入れて、はい、これで、二人入れました。二人のユーザーですね。こんな感じです。じゃあ、何人も、まあ、人だけじゃなくてもね、でも、登録とかデータ入れたいときは、一つだけじゃなくて、こんな感じにもできますよ。これで、二人入れることができました。そして、これでは三人になります。あ、もちろん ID を買わなきゃいけないけど、こう。はい、こんな感じ。こんな感じでは、3人も入れることができます。でも、みんなこれ見てください。これ、コロンがある。これもコロンがある。これはない。最後にはコロンがないです。次のユーザーはないから、これ、コロンがあったら、MySQL はもう一人がいると思うからですね。でも、もう誰もいないから、コロンはダメですよ。そんな感じです。そして、はい。前に言ったことけど、ID は、二つの ID はダメでしょうね。これはプライマリーキーのことです。でも、これ、毎回 ID1、2、3、4とか、自分たちが数えてますね。これちょっと、これ大丈夫だけど、ちょっと不便でしょうね。これ、何回も、そして、僕が何人か忘れたら、これやばくなりますね。じゃあ、これはちょっと不便でしょうね。もちろん、MySQL は結構新しいデータ、まあ、もっと便利なことがありますよ。でも、それに、users というテーブルを消してみましょう。全部消してみましょう。勉強のデータベースにクリックして、この、ドロップ、がありますね。これ多分日本語だったら削除になってるかもしれないけど、この赤いアイコンのところですね。クリックしてください。これ、そして OK。
それでテーブルがなくなりました。もうテーブル全然ないですよ、このデータベースに。はい、no tables ですね。じゃあ、このテーブルに何か変わってみましょう。それは、この ID の中ですね。ID、integer、not null、そして out、increment を書いてください。そして、これコピーして SQL に貼って Go をクリックしてください。そしてもう一度テーブルは現れました。このアウトインクレメントのことですね。インクレメントのことみんなわかるかな？インクレメントのことは多分5っていう数字があったら、そしてその5インクレメントしたいときは6になります。次の数字、これプラス1のことだけですよ。そしてアウト。アウトは自動って意味ですね。じゃあ僕たちはこれ1、2、3。これはインクレメントしてるでしょうね。でもアウトインクレメント、自動インクレメント。これは僕たちはもう書かなくてもいいでしょう。じゃあこの ID 全部消しておきましょう。もう ID 書かなくてもいいからですよ。そしてこの数字も消して、はい。僕たちのインサートはこうなりました。一つのインサートをやってみましょう。はい。ちゃんとできましたね。そして、このユーザーの ID は1になりました。自動ですよ。そして、次のインサートも、ここにペーストして、はい、できました。そして、そのユーザーの ID は2。そして、この2人が入っているインサートをやってみましょう。はい。はい。これで、1、2、3、4。これはアウトインクレメントのことです。のことです。僕は自分でユーザーの ID をコントロール、管理してるじゃなくて、データベースがそれ管理してくれてますね。じゃあ、動きって言ったら、例えば、もう一人のインサートをしたら、データベースは、あ、最後のアウトインクレメントの ID は4だったから、今の ID は5にしましょうとデータベースは思います。そして、最後のアウトインクレメントは5になります。そして、もう一つのデータを入れるときは、あ、最後は5だった。じゃあ、今の ID は6にしようとデータベースは思います。それで自動に1、2、3、4とかになります。これはアウトインクレメントのことです。じゃあ、多分今日はここまでですよ。短くなりましたね。まあ多分、これはあんまり難しくないから短くなりました。あ、そして、次回の動画のことも話しましょう。次回の動画は、このデータベースに入れたデータを取り出しましょう。でも、本当の難しい取り出し方はまだ教えない。今のところは簡単に、例えば、田中さんの一番好きな数字が知りたいとか、この5を出します。こんな簡単なやつだけですよ。もっと難しいことは多分データベースのことをもう少し詳しく勉強しなきゃいけないから、それは勉強してから教えますね。そのデータベースのことをもう少し詳しく勉強してから、もう少し難しい取り出し方は教えます。今のところは簡単なデータの取り出し方です。はい。そして、それだけですよ。それだけです。あ、ノールのこともみんな覚えてみてください。はい。じゃあ今日はここまでにします。じゃあまた。